について告知しようと思うんですけど、もうちょっとしたら5分経ったら表紙解禁しますね。早い、 3分にしようかな。わかります、すぐ発表したらわかります。5分にしよう、5分。あ、5分ね、わかった。5分経ったら皆さん表紙を発表するので、みんな拡散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 だよ。みんな拡散してね、友達連れてきてね、この配信に。いる、友達いるよ。友達いる。いるよ、みんな。だって違う、なんていうの、ショールームを見てくれる友達がいるってこと。あ、まあいいや、届けよってきた。え、くまさんはどうやって表紙解禁したんでしたっけ。私もこういう感じで配信でやったよ。あ、ほんと。そう、ドキ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 すごいよ。じゃあその5分の間にもう一回髪の毛直そう。友達いなかった、ま、このね、菅原麻也の写真集で友達が増えたらいいですよね、うん、最高ですね。これがきっかけで今ここにいるみんな、みんな友達だよ。麻也ちゃんの推しという、麻也ちゃん推しっていう友達。まあ推しじゃない人もいると思いますけど。そんなことないよ。そんなことない、そんなことないよ。そんなことないか、じゃあよかった。麻也ちゃんのこと大好きだよ。やったね。よいしょ。さあ集まってきました。どんどんどうなんですかね、集まってはいるんじゃないですか。集まれ動物の森、麻也ちゃんの森ね。あ、写真集たくさん買って配ったら友達は確かにできるかも。ああ、確かに。え、これってさ、通常版からですよね。そう、通常版から。え、出しちゃうの、いいの。いいの、出しちゃっていいの。え、わかんない。でも後でちゃんとね、データはもちろん後で出るんですけど、ま、どうなんですか。どうですか、どうですか。まだご飯経たない、まだ3分くらいしか経ってないから。そうなんですよね。え、待ってられ、気がしますよね。じゃあどら焼きでも食べようかな。どら焼き食べる。え、ちなみにもう予約したよって方いますか。予約してくれたよって方いますか。いますか。いくまさんは、一緒に買いに行くって言ったじゃん。そうだね。じゃあお互いの、お互いの写真集を一緒に、ね、も買ってないしね。そうそう、あ、じゃあそれお互いの写真集を一緒に買いに行くっていう約束してるので、はい、じゃあ買いに行ってあのサイン交換しよう、ね、そうしよう、そうしよう。え、でも、え、どうですか。じゃあ今熊さんはもう相談とかしてたんで、どうですか。え、どうですか、このこれやっべえぞ。本当にやっべえぞってなる。やっべえぞ、あの本当にこればっかりは菅原麻也すげえっていう、その一言によりますね、限りますね。嬉しい、本当ですか。え、ガチですごいよ、やめて、わざとハードル上げてない、大丈夫そう。違う、多分私の言葉を全然軽く超えるぐらいいい出来だと思う、私は。わー、嬉しい、本当マジでガチで。え、じゃあ発表していい。え、いいよ、もう5分経ったよね。もう経った経った、だって10分だよもう。大丈夫大丈夫。じゃあそれでは発表します、菅原麻也の表紙、はい、まずは通常版ですね。お渡し会とかあったらこちらを皆さんにお渡しします。いきます、せーの、じゃーん。わー。通常版の表紙はこちらです。かわいい。どうですか、こちらです。かわいいけどセクシー。こちらです。よ、ちょっと分かりにくいと思うけど、こちらが通常版の表紙になっております。いいね、これき、もう本当に可愛くないですか、これマジ可愛い、ね、あの改めて、うん、いつも一緒にいるから、うん、慣れてやってたところがあったけど、うん、改めてあなた美女面、あの美女よっていう、なんていう、ビジュアル面だなって思った、うん、ビジュアル面でしょ、ビジュアル面、菅原ってビジュアル面でしょ。結構さ、一緒にいてさ、菅原って意外とビジュアル面なんですって言うけど、うん、いや、これ見て思った、ビジュアル面、うん、そうだわ、やったね。じゃあこれが通常版です、うん、これはもうすごいこだわりました、ね、本当にこだわりました、ね、
ほくろまで映ってる。セクシー。でも菅原らしさがしっかり映ってる一枚かなって思いました、うん、くまちゃんも美女面だよ。だってね、うちら美女面だもんね。くまやん美女面だからよろしくじゃん、ね、いやいいね、いいよ。いい、ね、通常版ね。じゃあ通常版がね出たっていうことなんで、うん、表紙を解禁したので、うん、配信されてなかった。カートからカート追加したので、よかったら皆さん通常版もゲットしてください。いや、いいよね、この表情がまたいいよね。そう、もう色味とかも全部こだわった。もう本当これは大変でした。そう、今ちょっとカートにカートを追加したら止まっちゃいました。なんでこれをあとでしょ。これぜひ皆さんゲットしてください。じゃあもういい、まだまだ。じゃあまやちゃんのその写真の好きなポイントは、もう顔がいい、はい、顔がいいけど、なんか顔がいいし、うんうん、光とかの雰囲気もめちゃめちゃ好きなんですよ、うんうん、であとは、まあ、ちょっとお胸とかも出てたりして、うん、まあ、セクシーだけど表情とかが爽やかだったりするから、なんか自分が書店に置かれた時に気持ちがいい、うんうんうん、書店に置かれた時に置いて、わあ可愛いかもってなる。いいよね。カート消えました。足、私の自慢のほくろちゃんもちゃんと見ます。でセクシーだけどセクシーに寄りすぎてない、可愛さもあるよね。そう、まやちゃんの素な感じというか、いいね。なのでこれに選びました。いいですね。これだったら他の書店で見ても買いやすいかなってめちゃめちゃ考えましたちゃんとしっかりね、うん、ほんと考えたんで。じゃあこれを貼っていきたいと思います。ここかな、現代的なんで、アナログ現代的なんで、こうやって貼っていきますいいね、はい。通常版が発表されましたが、発表、もうどっちが先にさ発表しよう。こっちこっちこっち、あ、こっち、うん、こっち先。これは、うん、HMV 版、うん、ですよね、合ってますよね、うん、多分これが菅原のところ2種類目のそう、2種類目限定版の何かの限定版、はいはい、何か分かってない、ま、先ほどは通常版で書店に置かれる、そうそうそう、あのよく皆さんの目に入るような形で置いてある写真集になるんですけど、続いてはまたちょっと分かんない、違う場所で買うとレアな表紙ですね。そう、そう、ネットで買えるやつ、ね、ネットで買えるやつのどっちか、ね、だから多分菅原の予想は HMV 版なんですけど、これがHMV 版の発表でいきたいと思います。おHMV 版ですね、はい、いきます。 HMV 版はこちらです。どうぞ。ゆきんこまやちゃん、かわいいゆきんこまやちゃんです。かわいいゆきんこまやちゃんです。真っ白だ。そう、真っ白です。やっぱあの皆さん先行カットを発表した時に雪がすごい好評だったので、うん、私も宮城で撮ったカットは絶対どこかの表紙に入れたかったので、こちらの雪んこカットにしました。いいですね。先行カットには負けない、まあ負けるかもしれないけど先行カットに負けないぐらい可愛い雪んこちゃんを選びました。可愛い、なんかこっちの表情はまやちゃんらしさ出てるよね。そう、無邪気感が出てるかなって、うん、こうまた通常版とはまた違うかなって思って、はしゃいだから前髪直してんの。そうです雪で遊びすぎたのでこれにしました。かわいい。こちらが HMV 版だから、これはもしかしたら HMV さん行ったら置いてあるって可能性がありますよね、うん、ありますね。なんで皆さんぜひ予約してください。カートあんのになんで誰も予約してくれんの。予約してくれよブチギレかわいいね、いい表情してますね。
なんか地元に帰ってきて。そうです、地元に帰ってきました。いいですね。もうそしてラストです。もうこれはちょっと刺激が強いかもしれません。出しちゃうの？え、まだ。え、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これみんな絶対見といた方がいいよ見ない人いるの？まあ、もっと呼んできて、いろんな人呼んできて。なるほどね。でも、え、もう今並べてるけどどっちも違うんですよね。うんうんうん、とてもいい。あ、カット1個飛んできた、ありがとうございます。素敵だね。ラストは、はい、もうじゃあラストいきますよ。うん、キャーキャーキャーよ。ラストはこちら、じゃあキャーちょっと刺激強めなので、こちらはセブンネット版限定にさせていただきました。いい女、いい女でしょ、マジでいい女、大人まやちゃんです。キャー、大人じゃないですかこれ。大人だよ、顔がもう一番大人。うん、いいね。3種類とも違う表情がまたいいですね。どれもいい、迷っちゃうね。これはもう今、あ、これもだし、これもだっけ、見せたことない写真どもです、写真どもこちらが、ん、どうやって見せるの、これ大興奮案件じゃないですか。こうですね、やばいっす。こちらの3種セットめっちゃ引きこちらの3つになってます。うわぁ、皆さんはどれが好きですか？みんなはどれが好きですか？いやー、いいね。まあみんなはね、これが好きだと思うんですよ。私、大人のスタッフさんもこれを通常版にした方がいいって言われたんですけど、ちょっとやっぱ私がこれを皆さんにお渡しするのが恥ずかしいのでお渡しするの恥ずかしいので、だしやっぱこういうのってちょっと買いにくいじゃないですか、書店にあると。やっぱネットの方がいいですよね、そういうのって。皆さんと私だけの秘密っていうね。そう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 、もっとまやちゃんのこと知りたかったらこちらの表紙もねっていうね。そうなんです。え、でもマジで全部雰囲気が違う写真を選んでいただきました。うん、うん、選びました。とってもいい、やったー、素敵、嬉しい、最高ですわ。嬉しいですよ。なのでちょっとガムテープとかに書こうかな。あ、でも書いたところで意味ないか。通常版、はい、セブンネット版、うん、HMV 版、うん、今回はこちらでよろしくお願いいたします合ってる？合ってる。でも全部いい写真すぎて、ね、全部みんなに持っててほしいよね。うん、全部持ってってほしいですで、今のカートに出てるのはこちらの通常版のあれになっております。のでぜひゲットしていただきたいなと思います。じゃあ、くまさんは次に行くらしいのでお付き合いいただきありがとうございます、はい、いいものを見れました、ありがとうございます。ありがとう、くまさん来てくれて、ありがとう。またお話ししましょうね。そうね、見つけてくれ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい写真だねはい、目を覚めて、通常版、セブンネット版、HMV 版でした。めちゃめちゃいい写真です。どこにいるのが正解かわからなすぎて、こっちか、もうん、バイ、もう全部の写真が良すぎて本当に悩んで悩みまくりました。悩んで大変でした、この3つにするのか。まあ、とりあえず皆さん全部をゲットしていただけたらいいなと思います。そしてここで今回から、まあ、常にショールームをすがらがやればの話なんですけど、ショールームの配信中のこのカートからゲットしていただいた方限定で特典がつくんですけど、特
典3枚、特典3枚のうちの一種が皆さんのお手元に届くんですが、今回はちょっとミニフォトカードみたいな、トレカみたいなのを作ってもらったので、ショールーム限定特典なんですけど、1枚目の絵柄はじゃじゃん、これはもうみんなもしかしたら見たことある方もいると思うんですけど、ちょっと画質が悪いけど、この写真が1枚目、これで、2枚目がじゃん、もうこれは菅原と一緒に乾杯できるよっていうフォトカードカード、こちら、で3枚目はじゃん、またまたゆきんこカット、ゆきんこのちょっとピントが合わない、どうした、いっぱい菅原がいるか、こちらの3枚のうちのどれかがショールームから買ってくださったら、ショールームから通常版をゲットしてくださったら、3枚のうちのこれが届きます。なのでまあ3冊買ってみてくださいこちらの3つがついてくるので、よかったらよろしくお願いします。でも全部かわいい、なのでこれは今までもショールーム配信何個かしてるんですけど、今までのショールームで買ってくださった方のあれにはつかなくて、今回のカードから買ってくださった方限定でこのフォトカードつくので、3種類買ったら別々が当たるの、多分ね別々が当たる気がします。3種類買ったら別々がついてくると思いますので、こちらがつくのは今回のカートです今回のカートからだったらこの3種のうちのどこからかついて、これはランダムです。なのでランダムだけど3枚、まあ、3冊買ってくれたら、まあ、優しい方がこう1個ずつ入れてくれるかもしれない、まあ、ごめんなさい、それに関してちょっと菅原が捌いてないんで捌いてないので、そう、まあ、今日以降に買うとこのカードがついてきます。こちらがついてきます。今日からのカートを買ったら、表紙は前までと変わるの？表紙どういうことどういうことだ、表紙はこれです。でも今までは多分皆さん HMV 版のカートになってたから、今までのショールームのカートで買ってくださった方はこの表紙のやつがショールームからは届きます。こちらが皆さん届きます。でも今日から出てるこのカートはこの顔のやつがついてきます。この表紙のやつが届きます。今回からは通常版になります。今までは HMV 版だけど、でこの3種がつくのは今日から19日まで。今回のフォトカード付きは通常版ですってことです。もう本当に写真集の公式さんがいなかったら菅原はボロボロでしたありがとうございます。なのでこれがつくのは3月14日から19日までのショールームでつきます。でもそれまでに菅原がショールームをするかって言ったらちょっと微妙なので、
まあ、このフォトカードが欲しいなって思っている方がいたら今すぐゲットしてください。フォトカードのサイズ、サイズって基本これですよね。ここから大きくなることもちっちゃくなることもないですよね。だいたいこれぐらいです。菅原のもう手のひらぐらい。菅原のスマホケースがこれなんですけど、スマホケースがこれなんですけど、スマホケースに入れたらこれぐらい。だからめちゃめちゃ大きいわけじゃん。でもちょっと縦長の名刺サイズになってるということです。こんな感じになっております。へへへへへ。そう、見逃したら私がショールームしない、菅原がマスクしたら19日までにショールームをやらないかもしれないので、まあ、今のうちにゲットしてくださってたら安心なので、ぜひこちらのフォトカードが欲しい方は今のうちにゲットしてください。まあ、あと1回はねやるとは思うんですけど、1回しかやらない、1回はやると思うので、ぜひゲットしてください。ということで表紙のお話は終わりです。じゃん、ありがとうございました。これもどっかに貼っとこうかな。でも貼ったところで見えないかちっちゃすぎて、これもどっかに置いときたいのに。どっかに貼りたいのに貼れない。通常版3個購入してくれたんですか、ありがとうございます。手順集の話ですか、何が聞きたいですか。でも沖縄宮城で撮りました。セブンも予約できますけど、セブンは予約つくけど別にこれはついてこないです。ついてくるのは通常版だけ。ここのショールームで買ったら何でもついてくる。ショールームで買ってくださったら19日まではこちらつきますので、よろしくお願いします。自分の顔も写したいし、でもコメント読みたいし、あとでもこれも読みたいし、困ってる。わあ、すごい飛行機が飛びました。買いました。ゲットしてくださりありがとうございます。ね、すごい落ちてきましたよね今飛行機。ありがとうございます、嬉しい。皆さん表紙すごい。改めてみんなどれが好きですか。もうお気に入りショットを詰め込みました。お気に入りショットすぎてもう本当に表紙を決めるのは大変でした。まあ、今も中の写真をねめちゃめちゃ見てるんですけど、左だ、左ってこれなんか反転してたりするのか分かんなすぎて、どれが左か分からない。これが左ですか、あ、これ。じゃあ通常版ね、もうすがらもこれが本当にわがまま、わがままなのか、自分の意見を貫き通しました。本当に本屋さんで並ぶって考えたら何の写真がいいかなって考えたら、本当にもうこれが一番良くてこれにしました。そう、全部いいんですよ。全部良すぎるから悩みました。だし、なんかこのカットとかは本当今までグラビアも何回かしてきたけど、こういうカットを撮ったことがなかったから、まあ、写真集だからこそできるカットだったんですけど、なんか自分、まあ、ぶっちゃけ着てるの着てないのみたいな、まあ、着てるんですよちゃんとちゃんと着てるんだけど着てないように見える。これ着てないのかな、すごい、これどうやって着てないのかな、これ着てなかったですか、すごい。着てます。着てましたよね。
そう、着てた？え、着てますよね、上。下は確実に履いてるんですけど、上はちょっとあんま覚えてないんですけど、なんか自分の写真を見て、これってなんかすごい綺麗な写真だなって思って、なんか最初にねサンプルとか来たんですけど、そこにこういう写真が何枚か置いてあったんですけど、まあ、この写真は絶対どこかで使いたいって思うぐらい、もうサンプル見た時から、もう撮影した時からめっちゃもうめちゃめちゃ綺麗だなって思って、絶対に紙面どういう形であれすごい写真集で使いたいくて思ってたので、今回表紙に使えてよかったです。こうやって見たらさ、今自分がこんなさ近くで見れると、まあ自分の顔よく見るんだけど、表紙になった時に本当にねメイクが薄いんですよ。これ目めちゃめちゃ振ったありがとうございます、嬉しい。めちゃめちゃね、これめちゃめちゃメイク薄いんですよこの時。なのに自分が綺麗って思えるぐらい可愛い写真が撮れたのはすごい嬉しかったです。でもこれもね表情もね何個かあって、それもまたね悩んだんですよね。ちょっとお腹空いちゃった、飽きそう。なんで食べますね、これ食べてくださいね。さっきのお仕事でどら焼きをいただいたので、どら焼きを食べながら次に行こうと思います。で、続いてはこれなんですけど、まあその宮城っぽい写真を載せたくて、まあ実際の宮城っては分かんないけど、まあ先行カットで出された宮城で撮りましたって言ったから、まあ宮城って分かると思うんですけど、宮城のやつも絶対に表紙にしたいなって思ってて、ってなって、他にもねいろんなところで写真を撮ったんですけど、もうこのゆきんこちゃんが可愛すぎて、ゆきんこちゃんが可愛すぎてびっくり、こうしとこう、ゆきんこちゃんが可愛すぎてだし、その先行カットの時にファンの皆さんからもすごい好評だったから、やっぱみんなが好きって思うの入れたいなって思ったから入れました。あーくな、すごい降ってるよ、見てます？見てないですか？見てないですね。ね、めっちゃ降ってませんでした？見逃しました？見ました？今あ、今常に見てもらってるって思っちゃいけないですね、すごい降っててびっくりしちゃいました。今何時なんだろう、あ、じゃあもう記事出てますね。じゃあ40分になったら終わりにしたいと思います。なのでこちらを選びました。やっぱ雪の中の女の子って可愛いなって思ったので、雪の女の子の可哀想みんなに分かってほしかったので、こちらを選びました。でこの特典はなんかチラ見せしたりしなかったりで、非公式チャンネルだと一回流したんですけど、この写真もすごいこのお花が綺麗で、なんかちょっと菅原っぽくなくて、でも景色とか光がめちゃめちゃ綺麗だったので、
これにしました。でこのゆきんこはなんかコテってしててベイマックスみたいで可愛いから選びました。ベイマックスみたいじゃないですか。うん、これは沖縄です。ベイマックスみたいで可愛いですよね。でラストはなんかちょっと酸っぱい自分をもっと身近に感じてほしかったのでこれを入れました。これは写真集終わってみんなでご飯を食べたんですけど、その時になんだっけこれルートビアキンキンに冷えたルルートビアを、うん、写真を選びました。やっぱ写真集の中見てるとこういう写真、まあ、あるかないかまだ分かんないですけど、こういう写真をなんかグッズにされることってあんまないので選んでみました。新鮮味があっていいかなって。うん、カートで買うときにサンプル見れますよ。だってこの配信中しか買えないらしいから、皆さんもう予約しましたか？もう大丈夫ですかね。これは3月19日までの配信のアイデアでしか買えないので、ぜひ今日中にゲットしてください。写真集っていいよな、本当いい。ありがとうございます。自分が見てもいいと思う写真集にしたいなって思ってるので楽しみにしててください。お渡し会も4月10日に名古屋で、4月13日に宮城で、4月14日に東京であるので、ぜひ皆さん予約してください。このあとショールーム終わったらぜひ HMV 版もセブンネット版も通常版もゲット、いろいろゲットしてください。あとぜひ予約してください。よろしくお願いします。菅原最高ナンバーワン、ありがとうございます。なのでとりあえず皆さんもう何のかな、40分知らんけど ということで表紙の解禁は以上です。ありがとうございました。見てくださりありがとうございました。本当にいい写真集に、まあ、どの表紙を買ってもめちゃめちゃいい写真集になってるので、皆さんぜひゲットしてください。そして SK48 愛のホログラムのトーク会も受付中です。ぜひ会いに来てください。写真集の表紙の感想だったりとか、今明日まで予約受付中なので、皆さん今月の3月20何日の幕張メッセのトーク会もぜひ予約してください。会いに来てください。
待ってます。それは何、写真集のかパッと見の写真集見た感想を伝えに来てください。よろしくお願いします。明日までなんでよろしくお願いします。ってことで本当に終わりにしたいと思います。見てくださりありがとうございました。投げとしてね、バイバーイ。